青き竜が交わる地に剣させ、さればあらぶる戦神その地から解き放たん。この一体の謎は解けたのか。ああ、青き竜が交わる地というのは地下水脈がぶつかり合うこの地を指すらしい。蛇竜の大将、あんたのその剣で封印を解いてくれ。よかろう。うわあ、これが古の破壊神か。こいつで人類を滅ぼし、地上を再び我らジャルー一族のものとしてくれるわ。ひとたび動き出せばもはや誰にも止められん。暴れろ大和戦神へ。そんなことはせん。はっ、ちょいと遅かったようだな冒険者。チーフ、間違いありません。あれがプレシャスです。人々に被害が出る前に何としても食い止めるんだ。アタック、やるぞ。はっ、うわっ、うわっ、うわっ、このままではこれ以上の攻撃にはアクセルスーツは耐えきれません。弱音を吐くな、仲間を信じるんだ。何をごちゃごちゃ言っておる冒険者、一気にとどめをさせてやれ大和戦神。うわー、そこまでだ。はっ、サバイバスター。うわっ、はっ、今だ。いくよ。うわっ、どうした戦神。なんて言い伝え、よく調べなかったの。赤き涙の雫に降りて幾度神、一晩に平和の守り神と習って。赤き涙、すなわちあの勾玉で戦神は力を失うってことさ。うわー、戦神が助かったよ。言えろ、ゲンちゃん。いえ、遅かったな。そんなこっちゃ俺を超えられないぞ。うるさい、ちょっと手こずっただけだ。チーフはブラックたちが来ることを信じてたんですか。当たり前じゃないか、やり方は違っても冒険者だ。おのれ、またしても今言っとくということを邪魔しよって。こうなれば力ずくでひねり潰すまでだ。ネガティブ、どうやら形勢逆転のようだな。みんな行くぞ。はい、冒険者、冒険レッド、早き冒険者、冒険ブラック、高き冒険者、冒険ブルー、強き冒険者、冒険イエロー、高き冒険者、冒険ピンク、果てなき冒険スピリッツ、やり潰してくれるわ。行くぞ、ネガティブ。こちら。待て、待ってさ。そうなればこの竜を自ら相手をしてやる。かかってこい。行くよ。せ、は、さ、うわ。この二人まとめて片付けてやるわ。待て、は、
大丈夫ですか。よし、4人で一気に片付けるぜ。いくぜ、リオ。おしゃくな。はい、はい、うん、あバカな、この私が冒険者ごときに。うわー、チーフに合流しましょう。オッケー。はっ、冒険ルート。そうなればプレシャスの代わりに貴様の首をもらい受けるぞ。面白い。本当に価値ある宝ほど手に入れるのが難しいということを教えてやる。冒険者めに。この程度で破れる俺ではないわ。それはどうかな。よし、アタック。覚悟しろ、冒険棒レッドゾーンクラッシュ。この俺が貴様らの時に破れるとは。封印の鍵、赤き涙の雫がまがたまのことだったとはね。僕のデータベースにもなかったな。さすがは世界で2番目のトリジャーハンターだ。俺が見込んだだけのことはある。何、誰が2番だ。ない。今日のことは貸しにしとくで、明石。連絡もなしに勝手な行動をとっておいて、おまけにチーフに貸しだなんて。ごめん、さくらさん、まがたまのことを部活に連絡するとネガティブさんたちに気づかれちゃうと思って。それで、やあ冒険者、ミスターボイス。例の戦紙はサージスが無事回収した。ご苦労さん。よし、ミッション終了。みんなよくやってくれた。だが世界にはまだまだ危険な票が眠っている。それを決してネガティブの手に渡してはならない。俺たちは悪の魔の手からプレシャスを守り抜く。ゴーゴー戦隊